はい、こんにちは。今回はですね、前回、紹介した100円で買える、カーラーですね、あれを使って、まあ、髪をふんわりさせるというか、まあ、ボリュームを出せるっていうのを紹介したんですけど、それを使ってですね、実際に、まあ、セットしてみようということなんですけども、前はですね、髪を乾かすところからアイロン、それからワックスまでの全工程を5分以内にできるかっていうのと、あとはドライヤーだけを使ってセットで、今回はですね、このカーラーを使って5分以内にセット、アイロンなしということでね、できるかどうかチャレンジしてみたいと思います。今回はですね、この iPhone のタイマーという機能、これを5分に設定してやっていきたいと思います。さあ、では押してやっていきたいと思います。よーい、スタート。もう急がないとですね、これはちょっと動画的にカットができない動画なので、急いで巻いていかないとですね。ただね、まあ、前回の動画で紹介した通りですね、アイロンを使わない分、こう全体、手を全体使ってね、できるんで、かなり大胆にというか、大きく動かせるんですね。なんで、まあ、やけどの心配がないので、こういう素早い動きができると。これあんまり喋ってる余裕がちょっとないですね。意外と忙しい。はい、今ですね、フロント部分を左右に交互に巻いてます。ちょっと鏡がちっちゃくて見にくいな。はい、今度太いのを使って、前回同様、この耳上の部分ね、ここの羽を作っていきます。ここですね、反対側も作っていきます。さあ、1分ちょい経過。よいしょ。まあ、後ろはですね、ちょっと僕が短いので、まあ、ピッコのロットが、ロットね、カーラーがね、いっぱいあればやるっていう感じですかね。僕は短いのであんまり使わなくても立つんですけど、はい、また太いので、トップ、ここですね、このトップの部分を巻いていきます。さあ、もうすぐ2分経過ってとこですね。ちょっと急ぎ目にやらないとまずいかな。もう一個、最後太いの1本はちょっと前髪を流そうかなと思います。これくらいかな。で、これ全部巻いちゃうとめっちゃ髪の毛が、前髪くるんくるんになっちゃうんで、毛先のちょっとだけ、反対側から留めればよかったな、ちょっと浮いちゃってる。じゃあ細いの使って、あとはもう外と内をランダムに巻いていくだけですね。こっちは内側と。残り2分10秒ぐらい。よし、結構いい感じに巻けてるんじゃないですか。どこ巻こうかな、ちょっと迷うな。この辺にしとこうかな。よいしょ。さあ、2分切った。よし、ではドライヤーを使っていきます。さあ、
これを取ってきましょう。よいしょ。よいしょ。おお、30秒切った。よし、そしたら、ちょっとツヤを出すグリースを手に取って全体になじませて、はい、束を作っていき、そろそろかな、終了。はい、じゃあ、正面から見ていきたいと思います。こんな感じです。右サイドで左サイド、はい、まあこんな感じになったんですけどね、今回の動画、まあ、結構極端な場合ですよね。5分でセットをしなきゃいけないっていう時ってあんまり多分ないと思うんで、まあ、もう少し時間がある時とかはね、まあ別にこのカーラーだけを使わなくても、例えばカーラー巻いてる間にね、アイロンを温めておけば、まあこのベース作りはすごいしっかりこうした上でアイロンでさらに細かくこう作っていくなんてこともできるので、まああくまでもそのこれを使ってベースを作るっていうことがね、例えば僕みたいに難毛で結構こう根元が起き上がらないとかっていう人のための補助的な役割としてこれはかなり使えるよっていうのを、まあ、前回の動画を通して、伝えられたらなと思います。かなりね、実際使ってみると分かるんですけど、本当に、根元とかかなりふわっと浮いて結構便利なんですよね。はい、というわけで、前回の動画と今回の動画でこのカーラーの使用用途と使用目的とかね、いろいろ伝わればいいんじゃないかなというふうに思っています。では、まあ、前回の動画からね引き続き見ていただいた方々ありがとうございます。最後までご視聴していただきありがとうございました。バイバーイ。ということで、前回の動画と今回の動画でこのねカーラーの紹介を、まあ、終わりにしたいなというふうに思います。で今回チラッとしか映ってないんですけど、この、ワックスというかグリースですね、これあのギャツビーの、新しいやつなんですけど、これをちょっと紹介したいなというふうに思います。